アニア、マル探偵キルミンズーは、日本のサテライト春フィルムメーカーと、大韓民国の JM アニメーションにより制作された、日本のテレビアニメ。架空の街、上浜市を舞台に、動物に変身できる道具、キルミンを手に入れた、主人公たちが、動物とのコミュニケーションを図りながら様々な事件に、挑む姿を、コメディタッチで描いた作品。オリジナル本格変身アニメと目打ち。 2009年10月5日より、テレビ東京系6局ネットで、毎週月曜夕方に放送された。前50話。原案は、マクロスシリーズなどで知られる、川森正春。シリーズの演出は、監督の増井総一に、一任されている。テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪では、深夜のリピート放送、アニア、マルタンテイキルミンズーが、第24話まで放送された。 深夜に再放送する夕方のアニメとしては2009年4月2日まで放送されていたソウルイーターの深夜版ソウルイーターレートショー以来である2010年5月3日から2011年5月9日まで韓国版が韓国 KBS で放送されたタイトルは舞台は韓国登場人物も韓国人に変更されている主題歌も独自のものに変更され 番組の最後にはミニコーナーが設けられている。日本版の前後10話に加え、第29話、第41話の総集編が、第51話、第52話として再度放映され、韓国版独自の総集編が、第53話として放映された。韓国メディアの報道によると、本作のために日本側7割、 韓国側3割のファンドが設立され総額7億600万円を投資、収益配分も日本側7割、韓国側3割になるとされている。魔法少女ものを一度作ってみたいと考えていたという、川森は多数の作品が作られている、当該ジャンルにおいて自分がやることの意味について考えている中で、ふと動物をモチーフにすることを思いつき、 動物の作画が困難であることから人間が動物に変身するというアイデアに至ったとしている。動物に興味を持つようになったのは生物や生態系などをテーマにした地球少女アルジュナでの取材経験が元になっており、さらに異種生物とのコミュニケーションを描いたマクロスフロンティアでの経験も踏まえ人間とは全く異なる感覚を持った動物の視点で人間社会を見るという 魔法少女ものとしては、従来にないコンセプトの作品を生み出せるのではないかと考えたことを語っている。企画の当初より関わっていたのは、川森とキャラクターデザイン担当の藍沢澄江の二人で、そこにプロデューサーより声をかけられたという長崎幸夫が加わり、川森と共に企画書と第3話までの話を作った。麻井がその企画書を受け取り参加。 シリーズ構成の松田エリコが加わって、全体のストーリーやテーマなどが決められていった。長崎は音響監督に加え、結城洋介名義でシリーズ前半の構成と脚本を担当した。川森は魔法少女ものと表現しているが、本作における変身のメカニズムは、ファンタジー的な魔法ではなく、人工的に開発された装置により遺伝しないの。 特殊な因子を発現させ変身するという SF 的な設定がなされている。主人公側の人間が動物と、その前段階として、中間形態である三頭身の着ぐるみのような姿に変身するのが特徴で、河森はこの中間形態の着ぐるみモードを、マクロスシリーズにおいて、自身がデザインを手掛けた可変戦闘機の中間形態である、が多くに例えている。 本作の主人公は少女だが、クラスメイトの男子もメンバーの一員として、変身を行うという特徴がある。また、ハトリカノンという主人公たちをライバル視するキャラクターが設定されており、約10年ぶりにアニメ声優として復帰したタンゲ・サクラが声を担当している。タンゲは、本作品の表のテーマは探偵団の活躍劇、裏のテーマは、 カノンの成長物語であると麻酔に言われていたことを自身のブログで明かしている。環境問題もテーマに含まれている。日本動画協会と西武鉄道が制作した子供向けの環境パンフレット、アニッコボリューム7では本作のキャラクターが採用された。タイトル、アニア、マル探偵キルミンズの、アニア、マル探偵は、相沢澄江キルミンは、川森、ズは、 麻酔の考案によるもの。キルミンという単語は、着ぐるみとテルミンを合わせたもので、川森はもともとテルミンのようなもので変身するというアイディアを持っていたと語っている。長崎は、本作の対象を小さな女の子向けとしながらも、男の子が見ても面白い作品になっていると思います。とも語っている。また、本作には動物に変身する。 アニマリアンキバクミという美形男性のグループが登場するが、これは動物園にいるような様々な種類の動物を登場させるという狙いと、ともにもっと大きなお姉さんに向けたものでもあると述べている。アスキー .jp の記事では一部の大きなお友達と呼ばれる層の人気を得ていると紹介されている。オープニングテーマと前期エンディングテーマはタイ語で歌われている。また、 両方とも2006年にタイで発売されたアルバムネコジャンプに収録されている曲で本作のために作られた曲ではない。なお、主題歌を歌うネコジャンプはタイでデビューした双子アイドルデュオで本作の主題歌として彼女たちのデビューミニアルバムからの選曲による2曲が起用された。豊かな自然に恵まれた上浜市に住むおこかみ家の双子の姉妹リコとリムはある日、 生物の研究をしていた祖父の結城博士が残した屋根裏の研究室で動物に変身できるアイテム、キルミンを手に入れる。さらに姉のなぎさやクラスメイトの猪の健、キジ木タ玉オもキルミンを手に入れることになる。同じ頃、東ヨーロッパのブラドニアより人間と動物の姿を持ち変身する種族、アニマリアンの少女、ハトリカノンがリコたちの通う。 カトレアン学園に転校してくる。その母ミサは、部下のアニマリアン起爆身を従えて上浜市長に接近し、上浜市でアニマリアン革命を起こすべく暗躍すると同時に、協力関係にあるアニマリアンの流動パルスに革命のようとなる、棺を探すよう命じる。リコたちは、キルミンを使って遊んだり、身の回りの動物絡みの事件に挑む中、日本にいるはずのない野生動物や、 謎の怪人の出現といった奇妙な出来事も目撃する。野生動物の出現は上浜警察署でも認知され、二人の暇な刑事がアニマル化に配属される。様々な事件を解決し、キルミンを人助けに役立てようと考えたリコたちは、おこかみ三姉妹の母で、キルミンについて知るはるかの許しを得て、動物専門の探偵団、上浜、キルミンズを結成する。 活動を始め、次々に事件に挑むキルミンズに対し、剣に行為を、リコたちに敵対心を抱くカノンは、怪盗ビューティバットに奮し挑戦する。一方、おこかみ三姉妹は、キルミンを何度も使ううちに、別の動物に変身できる、キルバラ変身を身につける。ある日キルミンズは上浜自然公園に出現した UFO について調べるうち、森の中で動物を捕まえている。 謎の巨大施設に閉じ込められる。この事件の中で今まで変身できなかったタマオが初めて変身に成功する。しかし革命に反対し去った母マリアンヌ・シェーンベルクとその地を引くおこかみ家を未だに組むミサが来日していることリコたちが探偵団結成時の危ないことはしないという約束を破っていることを知った。はるかは子供たちからキルミンを取り上げる。 リコは納得できずにいたが、早く変身を自分のものにしたいと焦るタマオがキルミンを無断で持ち出し、危険な目にあったことをきっかけに心から反省し、今後は活動内容を報告するという条件でキルミンを返してもらう。キルミンズが活動を再開し、メンバーが次々に新しい変身を身につけていく中で、一人だけ小さく非力なネズミにしか変身できない件は、次第に 焦りと劣等感を抱き始める。騎馬組の一人が起こした事件から自分たち以外にも動物に変身する者がいることを知ったキルミンズは動物への変身と関係のありそうな伝説の噂を聞きそれを調べに向かうがケンはついにネズミの姿にも変身できなくなりキルミンを手放す。カノンはケンを心配し自分と同じアニマリアンにするため屋敷に招待するがカノンの言葉から ネズミの強さを知り、仲間の大切さを思い出したケンは、再び変身に成功して、謎の人物に捕まり危機に陥ったリコたちを救い出す。動物への変身について調べるうち、キルミンズは、アニマリアンの存在を知り、さらにおこかみ三姉妹が、アニマリアンの血を引くウォーターであることを両親によって知らされる。一方、これまでミサと表向き協力関係にあった人物、 日つ京介が新たな生態系を築くという自身の目的を達成すべくアニマリアン因子促進ガスを散布して人々を強制的にアニマリアンに変え上浜市内を特殊な液体によって異常成長させた植物で満たしジャングル化するといった行動に出る上浜で何かが起こりつつあることを知った遥はミサと話し合いの席を設け マリアンヌが実際はミサを強く思っていたことを明かす。リコたちと交流し、母の活動に疑問を抱くようになったカノンは、キルミンズと話し合おうとするが、行き違いからリコと喧嘩になる。ニツキは、カノンの行動を利用して、キルミンの研究データを盗み出し、さらに自らが保管する、棺の中に眠る、ミサの父にして、アニマリアン革命の創始者。 ルーファス・シェーンベルクを目覚めさせるためにカノンを連れ去る。それを追うキルミンズと、これまで事件に関わったオコカミや、ミサとキバ組、パルス、アニマルカラが、それぞれの思惑のもとに神浜樹海の地下、研究施設に集う。自作の装置で、最強の存在になろうとしたに月の目論みは、自身の先迫な価値観が原因で失敗に終わり、覚醒し、暴れ出したシェーンベルクは、 リコたちとカノンの協力により、正気を取り戻す。妻と娘の間を引き裂いたことを後悔し、革命に対する考えを改めていたシェーンベルクは、自らの過ちをミサに詫び、マリアンヌと勇気の孫であるリコたちを、自分の孫も、同然の存在として受け入れる。その後、オコカミへと和解した、ハトリ親子と人間への味方を改めたパルスは、それぞれの故郷に戻り、 木枠組は神浜に残ることを選ぶ。変身せずとも、動物の心に寄り添えるようになったキルミンズは、しばらく、キルミンを使わずに探偵団を続けていくことにする。キルミンを入手し動物に変身する5人の子供たち。本作における中心的存在で、後に人命救助に尽力した経験からキルミンで、人助けをしようと考え、探偵団、神浜、キルミンズを結成する。 三女神春が課した宿題をクリアすることで認められ、三女神勇気が残した屋根裏の研究室を本拠として活動する。キルミンを使って変身するうち、次第に動物と意思疎通する術を身につけていく。おカミ三姉妹の家族。登場する人物は全員何らかの形で生物に関係する職業についている。サンルームには、亀のドクトリやモルモット、文長がおり、 一時的に預かった動物もここに入れられる。上浜市を東アジアにおけるアニマリアン革命の拠点とすべく、東ヨーロッパのブラドニアより来日したハトリ親子とその関係者。ハトリカノンは母ミサの命によりカトレア学園に編入し、リコたちと大きく関わることになり、協力者のリュード・オパルスも留学生としてカトレア学園大学部に通う。 ミサハエカの集団、アニマリアンキバクミは、美貌を生かして、異性を誘惑し、アニマリアンにするなど、革命活動に関する様々な任務を与えられるが、しばしば目先の欲求やストレスに負けて、失敗を繰り返す。キバクミの勝手な行動が上浜市内の野生動物目撃事件へとつながり、口実するアニマル化発足のきっかけとなる。 上浜市内の野生動物目撃事件や怪盗レディ、パンサー事件、ペット行方不明事件など動物が絡んだ事件の対策に追われる。所長の七瀬美幸は野生動物目撃事件の捜査を目的としてアニマル化を作り、暇であることを理由に大関、小結両刑事に同家への転属命令を出す。この二人は捜査中にリコたちと知り合い、時に 仕事の手伝いを依頼する間柄となる。本作の舞台となるのは日本のどこかにあるとされる上浜市。海に面し、豊富な自然に囲まれた環境が特徴。市街地は旧市街と新市街に分かれており、懸水式のモノレールが市民の交通手段として用いられている。上浜樹海と呼ばれる広大な森林を要しており、ミサはこの地域を世界遺産に登録すべく行動する。 カノンやミサラの出身国として設定されているのは東ヨーロッパに位置する国家ブラドニア。国内にあるブラドデルタはミサの尽力により世界遺産に登録されており革命本部によるアニマリアン革命が推し進められている。文化などの詳細は不明だがミキミキという辛い味付けの料理が存在する。テレビシリーズ第2話でカノンが話す プラドニア語はルーマニア語がモデルとなっている。時代設定は作品内の描写から2015年であることがわかる。動力付きで宙に浮くスケートボードや玉尾が携帯する端末など番組放映時点では実現されていない近未来的なガジェットも登場する。キルミントはミコガミユキ博士が妻マリアンヌ・シェーンベルクの研究をもとに開発した逆進化推進装置の通称。 進化の系統時を遡ることで人間の遺伝子内にあるアニマリアン因子を活性化させ人間を細胞レベルで動物の体に変化させるサイズは手のひらに収まる程度でそれぞれ変身する動物のデザインが施されたコンパクト上または携帯ゲーム機上の外見となっているキルミン展開時に現れる画面内にはグルミンという名を持つ動物のようなものが表示されており キルミンの取扱い関係を説明する。キルミンを展開すると、まずアイリス登録が行われる。登録されたものが、キルミンと発生すると、音声登録が完了し、キルミンフォーゼが開始され、画面から、グルミンとは別の生物のようなものが競り出てくる。この体内には、宇宙のような空間が広がっており、使用者はこれに飲み込まれると、まず背の低い三頭身の、着ぐるみのような姿である。 着ぐるみモードへと変身する。着ぐるみと呼ばれてはいるが、着ぐるみに相当する部分は体の一部となっており脱ぐことは不可能である。着ぐるみの頭部には顔がついており、使用者の感情によって表情が変化する。ぐるみンからの使用のアドバイスは頭部から行われる。このモードでは変身前に比べ動きが軽くなり、対応する動物の能力を使えるようになる。さらに、 リコは、前足の爪を硬いものに向かって、引っかいたり、なぎさは大きく、体を揺らしたりと、その動物特有の仕草が自然に現れることがある。また、キルミン・フォーゼの際、登録者に痛みなど何らかの異常があり、意識の集中を書くと、着ぐるみモードへの変身が、中途半端な形で行われることがある。この着ぐるみモードからさらに一定の条件を満たすと、 体が光に包まれた後、完全な動物の姿である、アニマルモードに変身する。この形態になると、動物の能力を完全に使えるようになるが、人間の言葉は話せなくなる。動物とある程度の意思疎通も可能だが、動物の言葉で会話するものではなく、イメージによる意思の伝達が行われる。トリキルミンを持つ玉は、変身が可能になって、しばらくの間、 着ぐるみモードを経ずにアニマルモードに変身する場面がある。アニマルモードとして変身できる動物は基本的には特定の一種類だけだが、工術するキルバラ効果が発揮されると多種多ような動物への変身が可能となる。変身解除は着ぐるみモードでぬぐみんと発生することにより実行される。解除直後は必ず全裸となり、変身前に着ていた服は解除後に上から降ってくる。 人間から着ぐるみモードへの変身シーンは多くの変身ヒロインものと同様バンクが用いられている。おこかみ三姉妹は初変身時から完全なものが使用されるが、剣は当初三姉妹にはある人間のシルエットが着ぐるみモードのそれに変化していくカットがなく第46話で初登場する。玉おも着ぐるみモードへの初変身は第27話であるが、 完全なバージョンは第34話で初登場する。おこかみ三姉妹と剣玉おの扱いが異なる理由は作品中では明確に示されることはない。この変身時のバンクは回によっては短縮されたり省略されたりする。キルミンの画面上には使用者の体験を友愛、精神、運動、経験の分野で数値化したヒーリング、ハート、マッスル。 スキルと呼ばれる4つのアイコンが表示されている。すべての数値が一定以上に達すると、キルミン深度が深まることにより、進化の系統上、枝分かれ地点まで逆行させ別の枝に進み、別種の動物に変身できる、キルバラ効果が発揮される。キルミン深度が一定段階に達したことは、グルミンにより使用者に通知される。キルバラ効果による別種。 特に大型動物への変身は大量のエネルギーを消費するようで長時間の変身を保つことが難しく、変身後は非常に空腹になる。また、変身の経験が重なると人間の姿でもその能力がフィードバックされていき、変身せずとも動物との意思の疎通が可能になっていく。ミコガミユ博士が残したキルミンに関する文書の中には、 キルミン三原則と名付けられたものがあり、そこには以下の参加条が規定されている。99分以内に戻らなければならない理由については補足説明があり、動物に変身している際は人間の意識の流れと動物の意識の流れが存在し、99分を過ぎると人意識が急速に低下して人間の姿に戻れなくなる可能性があるためとされている。 巫女神遥かのセリフによると、キルミンとは動物への変身そのものを目的としたものではなく、姿形の垣根をなくし動物と話をするための道具であり、キルミン開発の元となったマリアンヌの研究は、コウモリのアニマリアンである両親の間に生まれながら、黒ウのアニマリアンであることを気にする娘、ミシェルの疑問に答えるためであったとされている。かつておこかみゆ博士に指示し、 その後は、独自に動物への変身について研究していたにつもく、京介は、結城博士の残したキルミンの研究データを盗み出すことにより、着ぐるみプログラムを取り入れ、逆進化装置の完成に成功する。この装置は、コンパクト上ではなく座席付きの大型装置で、装置に座りマイクに向かって、任意の動物の名前を発生することで、いかなる動物にも変身できる。 一番強い生き物といった指示をした場合は、装置の側で独自に判断が行われ、条件に一致する動物への変身が実行される。人間の姿と動物の姿を持ち、変身を行う種族。アニマリアンは自身に恋愛感情を抱かせた状態で噛みつくことにより、特殊なホルモンと唾液が反応して、対象となる人物の遺伝子内に眠るアニマリアン因子を活性化させ、 アニマリアンに目覚めさせる能力を持つ。アニマリアン同士の間に生まれた子供は、純粋アニマリアンと呼ばれ、通常のアニマリアンよりも高貴な存在とされる。常実のキルミンによる変身とは異なり、変身できるのは一種類のみで、衣服を着用したまま、姿を変えることができる。人間社会ではかつて神と崇められたこともあるが、次第に、 吸血鬼や狼男と呼ばれ迫害を受けるようになり、やがて歴史上からその存在を抹消された。ミコ神ミユーキラの研究では人類とアニマリアンとの間に生物学上の際はほとんどないとされ、ミコ神ミハルカのセリフによるとアニマリアンは長い歴史の中で人間や動物と混じり合っているためにほとんどの人間や動物はアニマリアンの血を引き継いでいるとされる。 オープニングテーマは前話通して変更されていないが、第30話以降オープニングアニメーションが部分的に変更された。エンディングアニメーションは第50話のみ一部が特別なものになっている。前述のように、プー、チュアイマットのイは歌詞がタイ語になっており、朝一大パニックはチュアイマットのイに日本語の訳詞をつけたものである。 クラップユアサンデーは日本語と英語の歌詞に一部対語を交えたものとなっている。ここではソウルイーターレート賞及び守護キャラなどの別時間枠再放送作品との比較も合わせる。半沢香織が手掛ける本作の漫画家作品。キルミンズーのタイトルでリボン2010年2月号より同年10月号まで連載された。全球は 単行本は2010年10月15日にリボン、マスコットコミックスより、全一巻が発売され、春の大蔵刊号リボンスペシャルに掲載された、キルミンズ、ウスペシャルエピソードおばあちゃんとニャン太郎と、夏の大蔵刊号リボンスペシャルレモンに掲載された、キルミンズウ特別編を合わせて収録している。単行本一巻分に収まる内容とするため、ストーリーはアニメ版とは異なっており、 リコとケンに焦点を当てた、ラブコメディ風の作品となっている。カノンも登場するが、恋のライバルという位置づけであり、アニマリアンなどの設定は描かれていない。アニア、マル探偵キルミンズ、ウアソート CD には、ハトリカノンを、主人公としたトリオおろしスピンオフドラマ、カノンの憂鬱が収録されている。スター・チャイルドより発売、キングレコードより販売、全13巻。 第6巻、第13巻には、サウンドトラック CD が付属する。シングルアルバム2010年2月4日から2010年3月25日まで、毎週木曜23時半より、ラジオ大阪にて、ハトリカの2役のタンゲ桜がパーソナリティを務める、スピンオフラジオ番組、アニア、マル探偵キルミンズ、ラジオが放送された。ラジオ大阪のほか、 アニメイト TV でも12日遅れの2月16日から毎週火曜にネット配信されていた。ゲストツイッターのキルミンオンツイッターにおいて隠し告知などが行われていた。語尾にミンをつけ、ファンのことをキルミンと呼び、みんなさんと呼びかけるなど独特の文体で記されている。書き手はスタッフキルミンと自称している。格話担当の脚本家がツイートを行う場合もあった。 2011年2月4日に iPhone アプリ、アニア、マル探偵キルミンズウタッチの販売が開始された。iOS 4.2以降に対応。発売元はタムタム。価格は450円。日本国内では放送中に、皮や食品より、食玩キルミンズ、裏バーキーホルダー、コスプレイヤー向けの商品を主に扱うコスパからは、ショルダートートや、 t シャツといった商品が発売されている。バンプレストのプライズゲーム商品、アニア、マル探偵キルミンズ、ウスーパーデラックス、プリント枕も存在する。一般には販売されていないが、2009年12月29日から31日にかけて開催されたコミックマーケット77では、塗り絵、2010年3月25日から28日にかけて開催された、 東京国際アニメフェア2010では、塗り絵ミに、テレフォンカードといったグッズが販売された。放送終了後には、メガハウスより15歳以上対象のフィギュア、エクセレントモデルアニャ、丸探偵キルミンズ、ウオコカミリコが発売された。韓国では、日本と異なり、ノート、文房具、粘土など、独自のキャラクター商品展開が行われている。作品内キルミンズウーに関するカテゴリー、 ありがとうございます。